皆さんこんにちは、ジャルメへようこそ。今日はですね、前回に続いて、またアイドルグループの、ハニーからゆりなちゃんが来てくれています。こんにちは。あの前回私がコーデさせてもらったこの洋服に合う感じで、大人メイクにですねチャレンジしてもらいたいと思います。ドキドキします。ドキドキしますか。はい、こう鏡で見てもらった時に、なんか普段と違うっていうリアクションをいただけるようにですねちょっと頑張りたいと思ってます。お願いします。いいですか。はい。ちょっとツヤ肌にしたいので、こちらの、大好きなイエローのツヤを足していきますね。ツヤ肌って作るのすごい難しくないですか。うん、そう、難しいですよね。いろいろ私もね試してみて、一番なんか自然に見えて、そう、それでいてこうなんだろう、ツヤっと、きらめくやつをいろいろこう探したんですよ。そしたらここのブランドのやつが一番自分の肌にも合ってて、太陽とかになった時に輝くから、そうお気に入りなんです。普段メイクはどのぐらい時間かけたりするの？結構1時間かかります。あ、かけてる？すごい準備がかかる人で、うん、あの学校はメイクしないんですけど、うん、絶対2時間前には起きないと。そうなの？で、行くんですけど、うん、どんどん遅くなっていってます。ちゃんと起きれる人ですか。起きれる人です。あ、本当。お母さんとかに、え、なら起きなさいよみたいな言われない？いや見てください皆さん、ほら、ツヤ。ちょっと前向いてもらっていいですか。ほら、ツヤ。これが私にとって大事な装置。おお、すごいいい感じです。のこちらのファンデーションをですね、ツヤに混ぜて、使ってるんですよ、私はいつも。そうするとファンデーションだけだと結構マットになったりするんだけど、もう手をこうやってなんかパレットにしてツヤと混ぜてやるとファンでもツヤめくから、これは結構私の中でお気に入りのものだったりするんですが、肌が綺麗なんで、そんないいんですけど。いや、素敵です。え、すごい綺麗です。ずっと見てるね。え、いただけるんですけども、可愛いって言うとやってくれてる時ずっと顔見てます。え、本当？照れるなちょっとじゃあ昨日モアカに教えてもらったラメっぽい感じしたいんだけども、エクセルのダンボール。あ、そうなの。まだサンプル、あ、そうなんだけど送ってもらってを丸くしてこうやって乗せていきますね。はい、ちょっと開けてもらって。はいすいません、勝手に喜んじゃって結構ね今ラメな感じで目の上と下を囲んでる感じ。おー、大人な感じに。大人、うん、なってきましたよ大人が憧れなんです。あ、そっか、本当ですかアイライン難しいよね。一回目を開けてもらって、おー、変わってきましたよゆうなちゃんはどういう男性がタイプなんですか。突然聞きますけど理想は、うん、年上で、お、優しくて、うん、虫が大丈夫、虫が大丈夫な人。そうか、
運動ができる人。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 あ、じゃあ体育会系な感じ。はい。あ、あれわかる。私も運動ができる人がいい。あれボールが見えたぞ。オレンジっぽい、朱色っぽい感じのリップで仕上げです、メイクは。あと、もうちょっと髪の毛だけやるね。はい。これすごいお気に入りのカラーで、ちょっとブラウンっぽいんだけど、多分中学生だとあんまり選ばないの。でも可愛いなって思う。こういうの欲しいなって思うんですよ。うん、あ、本当？でも似合うかなって。似合いますよ。感じるかもしれない。インスタ見たりする時間とか、ファッション誌見たりする時間はめちゃくちゃ長いかもしれない。なんか楽しくて、トレンドをこう考えたりとかしてるサイト見たり、うん、この間うちの母親の髪切ったんですよ。え、そうカットもやってみたいなと思って。すごい。そうですよ。母がね美容院行きたいとか。なんかめんどくさいし家出るのかなって言うから OK じゃあ私が切ってあげるよって言って、そしたらすっごい喜んでくれて、あ、いいね、今度チャルもお願いするってなって、すごい。そう、その言葉でまた励みになって、はい、完成しました。完成しました。え、すごい。すごい、ツヤツヤ。そうでしょ。すごい。すごい、なんか、うん、自分じゃないみたい。本当？すごい、すごい、こういう肌に見えたかった。そっか、嬉しい。自分で作れないんですよ、こういう肌を。うんうんうん。で、どういうのがいいのかなとか思って、でも見つからなくて、うんうん、すごい嬉しいです。あとで全部教えますよ。品番も全部書いてあげるね。うん、すっごい似合ってる。すごい、試してみてほしいと思います。試してみます。いろいろな技を教えていただきありがとうございます。本当です。こちらこそ出ていただきありがとうございます。ゆりなちゃんもね、YouTube やってるんだよね。はい、はい、チャンネル名を教えてもらっていいですか。ゆりなぜルームです。わかりました。ゆりなぜルーム、皆さん見て、あの、そしてグッドボタンとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。